梨県はキャンプ行った以来少し思い出せないですね。最近静岡県にずっと行ってる機会が多くて、先ほどですね、足柄サービスエリアを出まして、今からですね、山梨県、河口湖の方に向かう感じなんですけれども、本日宿泊する宿がですね、また河口湖から先にある、あれ八ヶ岳の方かな、八ヶ岳の方で萌木の村にあるね、ホテルハットウォールデンさんかな、名前間違ってたらすみません。ずーっと気になってたんですよね。ピカ八ヶ岳さんに泊まった時に萌木の村行って、あ、違うか、まあとにかく萌木の村に行った時にここに宿あるのかって思ってたんですよ、ずっと。で、今日いよいよ泊まるという緊張の日でございます。ではまずここからですね、結構距離あるみたいなんで、ドライブ楽しみます。デイ、見てくださいよ、富士山がくっきりはっきり。こりゃドライブ楽しいぞ。いい、うー、やっ川口湖、山中湖、川口湖を越えて甲府の方に来ました。遠いな、こっからあとまだ1時間以上かかりますね。眠くなってきた。萌木の村着きました。そしてもう宿が見えておりますね。こちらでございます。ウォールハットガーデンさんかな。あれに泊まるのか、不思議な感じですよ。チェックインしました。すごくね、雰囲気のある、建物ですね。お部屋も雰囲気のある感じですね。このまま外行けるのかな、外行けるっぽいですね。よいしょ。はい、このような感じでございます。日が暮れる前に萌木の村、散歩しちゃいましょうかね。これが萌木の村のマップなんですけれども、こちらがですね、今私がいるところ、ホテルハットウォールデンさんですね。ハットウォールデンさん、私さっきからなんだっけ、ウォールハットガーデンみたいなこと言ってましたけどね、ハットウォールデンさんがあって、これ全体が萌木の村です。すごく雰囲気のいい施設でございます。今からそちらを歩いてみますので、ぜひその雰囲気お楽しみください。いやー、やはりいい雰囲気や。そしてこちらがですね、ロックさんですね、おそらく晩飯をここで食べると思うんですけど、ここもね、評価すごかった。 Google の 4. 点なんとかで2000件ぐらい評価ありましたね。楽しみです。いやー、前回来た時は祝日だったんですけど、今回平日のもう時間もね、3時過ぎなんですけど、ガラガラですね、さすがに。これはいいわ。鐘があるので鳴らしてみますか。鳴るのかな、これ届くか。あ、これ鳴らないようになってんのか。してやられたわ、してやられた。こんなところにメリーゴーラウンドが。何かこう寂しげな感じしますね。メリーゴーラウンドの後ろにですね、飲食店もありますね。結構何でもありますね。お腹空いてきた。
そこにですねサンタさんがいるのが見えますか。今ねご家族が写真撮ってるんでアップにできないですけど、あのサンタさんに会いに行ってみましょう。はい、着きました。雰囲気あっていいですね。これまた夜になるとね一段と雰囲気が出るんでしょうね。こう至る所にですねおしゃれなお土産屋さんとか雑貨屋さんがあるんですよね。気になっちゃいますよね。半分くらい、見終わりましたね。でこの現在地からあとはオルゴール博物館の方に歩いてみます。あの上の方にもあるのか。おここもまたいい雰囲気でしょこれね。見てくださいこれ。あれこの辺も泊まれるんだっけな。なんか宿があった気がしますけどね。わーいいわ。お酒とか飲めないのかなこの辺りで。一番奥のオルゴール博物館かなと、お土産屋さんですね。で後ろが駐車場で、あとお土産屋さんがいくつかありますね。本当にお店が多いんですよ。そして無料でここ入れるのすごいですよね。今日は人がいなくて寂しいぐらい本当。こちらのチケットをいただいたので無料券をせっかくなんで入ります。4時15分からオルゴールの演奏があるのかな、見えるかな。4時15分からあるみたいなんで入ってみます。しかもあれですよ、1000円のが無料になるのかな。え、これ入らんともったいない。すごいこれ見てくださいこれ。うわー、ここでオルゴールの演奏会がこれから行われるみたいで貸し切り状態ですよ。すごー。オルゴールとは思えないようなこの規模のオルゴール、まあ、オルゴール博物館とか行ったことないですけどすごいですねこれ。息を呑みますよ。
番でかいやつが動くそうです。まさかの音。いやー、オルゴールすごかった。あのね、本当に想像以上でしたね。行ってよかったです。オルゴールね、すごく欲しくなりましたもん。あのぜひ萌木の村に来たらですね、このオルゴール生で聞いてみてください。本当すごい。こちらが夜の萌木の村ですね。そこまであれがないかな、光がないかな。あそこのサンタさんが寂しげだな。またこれサンタさんの方にはライトアップしてあげないんですかね。すっごいなんかすごいなんか、なんだろう、怖いっすねサンタさん。フライドチキンとオニオングラタンスープなんですけど、これ画面で見てるよりね、全然